皆さんこんにちは。ジャガーランドローバーアップロード足立の中村でございます。今回はミディアムクラスの SUV 特集におきまして、弊社がデモカーで登録いたしましたジャガー FPS をご案内させていただきます。まずは FPS のポジショニングなどを解説いたしましょう。 FPS はジャガーが初めて量産する SUV として2016年に販売が開始されました。全長4m74cm、 全幅 1m93cm、 全高 1m66cm、 SUV らしい堂々たるボディサイズを持ち、車格としてはミディアムクラスに位置づけられています。最大の特徴は、見た人、乗った人にスポーツカーの印象を与えること。つまり SUV の形をしたスポーツカーとお考えください。現在のグレード構成は250馬力の2リッター直四ターボガソリンエンジンを搭載したピュア、プレステージ、ポートフォリオ、そして 3.5TR スポーツと380馬力のハイパフォーマンスモデル S は3リッター V6 スーパーチャージャー付きガソリンエンジンを搭載します。2リッターディーゼルピュアと2リッターディーゼルプレステージ、2リッターディーゼル R スポーツが180馬力2リッター直四ターボディーゼルエンジンを搭載。トランスミッションは全車8速オートマで 4WD となります。さて、詳細を検証していきましょう。まずはじっくりエクステリアをご覧ください。上下に薄いウィンドウに高いベルトライン、キャビンがとても小さく見えます。デザインのベースになっておりますのはハイパフォーマンススポーツカーの F タイプですから、非常にスポーティーなルックスを持っていることがお分かりいただけると思います。さて皆さん、今度は内装のご説明をさせていただきます。まずこちらジャガー FPS のエンジンはプッシュ式になります。車に乗り込んだ後、ブレーキを踏んでいただき、スタートボタンを押しますとエンジンがかかります。はい、このようにレバーが上がります。次はワイパーとウインカーのご説明をいたします。こちら右ハンドルの車ですが、ウインカーは左、ワイパーに関しましては右でございます。上にレバーを上げますと動いていきます。今度はハンドルについてますボタンのご説明です。こちら左手の方はメディアの切り替えやモードの切り替えを行えます。プラスボリュームもできます。右側の方はクルーズコントロールの設定になります。次にご説明いたしますのは、ホーム画面からナビゲーションに移り、目的地設定をいたします。まずこちらがホーム画面です。この画面からナビゲーション、右下です、押しますとナビゲーションの画面になります。この画面から画面右上、こちらのボタンを押しますと、この目的地を設定する画面に行き、いろいろな形で行けますが、目的地というボタンを押しますとジャンルに分かれます。今回は住所で行きます。私どもジャガーランドローバー川口店をご説明いたします。住所、はい、こちらで都道府県を設定する画面でございます。埼玉県ですので作業さ、そうしますと埼玉県が出てきます。そうしますと埼玉県をプッシュです。はい、次に川口市でございますので家業で、ない場合はスクロールを下げます。川口市が出てきますので、こちらプッシュです。で次に野平という住所ですので、野行で野平が出てきます。こちら野平をします。今度は番地でございます。4丁目ございませんので、カーソルを下げますと4で、次は3で、最後に16号ですので16と、でここで場所が出てまいりますので、ここに行くをプッシュしますとルートを検索いたします。はい、最後に開始をしますと、はい、このような音声が出て、さあ出発です。次は後ろのスペースについてご説明いたします。
こちらジャガーの F ペースは設計で後ろのこちらのスペースをすごく平らに設計してございますので、乗り降りがすごく簡単でございます。皆さん、こちらの居住空間もジャガーの F ペースはすごくぴったりとっておりますので、私大柄ですけども、僕が座っても頭も使えませんし膝も当たりません。皆さんですので、ごゆっくりリアシートで楽しむことが可能でございます。弊社がデモカーで登録いたしましたジャガー F ペース 3.5T R スポーツ、初年度登録は2016年12月、走行わずか2000キロ、ボディカラーは珍しいジャガーレーシンググリーンでございます。車両価格は消費税込み798万円と設定させていただきました。あとスライディングルーフやブラインドスポットモニターも装備しておりますので、ぜひジャガーランドローバーアプローブド足立までご来場お待ちしております。